度こそ終わりだぜ。孫悟空、お前、助けなどいらん。助けたつもりなんかねえよ。おめえを追い込んでるあいつらを見てたらさ、体がうずいちまったんだ。やつは俺の獲物、邪魔はするな。ならオラを止めてみろよ。立て続けには早く動けまい。貴様の相手は俺だ。すんげえスピードだな。ヒットが手こずるだけ熱そう。瞬間移動する間もねえとはな。ここだ。俺の動きを見切ったのか。おめえ確かにすんげえスピードだけど、動きは直線的だからよ、タイミングさえ合わせりゃなんとかなっぞ。今のは衝撃波か。地雷原をすり抜け君主を吹っ飛ばしたらと。孫悟空交代だ。なんだと。時飛ばしと同じ筋肉の動きをさせ、お前をおびき寄せた。時飛ばしのふりをして俺に攻撃をさせ、カウンターを合わせたのか。そうだ。ヒットやる。さすがはヒットだ。俺の技、お前にお見舞いしてやるぜ。そう簡単にはいかねえぞ。気をつけろ、奴の周りには関係ねえ。バカ、でたらめなやつ。うらー。そうだ。立てないなら立たせてやる。あとは任せたぞ。俺の代わりにこの痛みを連れて行け。君主。